どうも、たすみんです。今回は稼ぎたいなら本は読むなというちょっと衝撃的な話をします。本好きの方からは嫌われそうなタイトルですが、稼ぎたいからこれから本を読むぞと間違った努力をして失敗する人を減らすために動画を撮っています。稼ぎたいなら本は読むなというタイトルを見て、全く読んだらダメなん、本読んでる人ほど収入高いデータあるやんと思ったかもしれません。今日のお話はそういうことじゃなく、稼ぎたいなら本を読むことから始めるのはやめましょうという話です。ただこれを聞いて、だって知識ないし本読むしかないやん、稼ぐためのノウハウだって書いてるよ、じゃあ何からやればいいんだよ、こんなことを思ったんじゃないですか。ちょっとだけ落ち着いて聞いてください。僕は会社を経営しており、サラリーマンを独立して5年以上経ちますが、今まで読破した本はたった1冊だけです。そしてこれは僕だけではありません。5年間で100人以上の経営者さんにお会いしてきましたが、皆さん共通して言うのが、本はほとんど読まないねです。いや、そんなこと言われても共感できんわって話だと思いますが、これは百戦錬磨の経営者だけでなく、すぐに稼げる初心者にも共通する話なんです。なので今日お伝えするお話、実は世間では知られていない、稼げる人しか知らないヤバい現実なのかもしれません。実は稼げる人にはとある行動パターンが共通しています。今回の動画ではそんな稼げる人の行動パターン6ステップを超具体的に教えていきます。それだけでなく、成果を出すために必要なたった一つのものや、僕が実際に副業開始から4ヶ月で月収100万円を達成し脱サラした時の行動も解説。動画の最後には稼げる人が実践している3つの習慣もご紹介します。もしあなたがこれから副業に挑戦するから基礎から学びたい、遠回りせず確実に稼げるようになりたい、今まで本を読んだけど全然稼げてないな、そう思っているなら、今回も超有益な話が聞きます。最後までご覧ください。そして今回の動画だけでなく、あなたの労働時間を減らし収入を爆発的に増やす有益なノウハウをガンガン公開していってるので、公開停止する前にチャンネル登録して他の動画もご覧ください。では結論からお話しすると、稼げる人に共通する行動パターンは、答え合わせのために本を読むです。おい、さっき本は読むなって言ったばっかりやないかいって怒らないでください。もっと細かく解説すると、6つのステップに分けられます。稼げる人は1即行動する、2即失敗する、3本で足りない知識を補う、4即改善する、5成果を出す、6答え合わせに本を読む、この流れを徹底しています。つまり本を読んで知識をつけてから頑張ろうではなく、とりあえずやってみて失敗したら学んで改善しようなんです。いつまでも稼げない人は知識を蓄えることから始め、稼げる人は経験を積み重ねることから始める。努力のベクトルが180度逆ですよね。自己啓発本もノウハウ本も世の中に腐るほどあるのに、なんでこんなに稼いでる人が少ないのか分かりますか？実際あなたの周りで金持ち父さん、貧乏父さんを呼んだり、心理学の本を読み漁ってて稼いでる人っていますか？ぶっちゃけほとんどの方はノーじゃないでしょうか。なぜなら本ばかり読んでても知識だけが積み上がるだけで、何の能力も身につかず、本読んでる自分成長してると自分を過信することになります。本読んでるイコール行動だと勘違いし、あたかも自分が稼げるようになったかのように錯覚してしまうんですね。こんな落とし穴にはハマりたくないですよね。じゃあ先ほどお伝えした6つのステップ、1即行動する、2即失敗する、3本で足りない知識を補う、4即改善する、5成果を出す、6答え合わせに本を読む、これを守ってください。わからないならわからないなりに考えて動き、つまずいたり失敗したらネットで調べたり本を読んで知識を補う、そして改善したりつまずいた部分をやり直して乗り越える。そしたら小さくても何かしら成果が出ます。ブログ記事1記事も書けなかったのに完成できたとか、アカウント1つも作れなかったのに自分が作れるようになったとか、その先に今まで1円も稼げなかったのに1万円稼げたという成果が待っています。そして1万円稼げたら、あとは10万円100万円とステップアップしていくだけ。こう聞けば簡単そうじゃないですか。そうです、多くの人はこの流れを知らないから、何からやればいいんだよとなり途中で諦めてしまいます。逆に今あなたは成果を出すための方程式を知ることができたんですね。なので教えた通りに動いてみてください。さて、さらにあなたの稼げる未来が現実味を帯びるよう、成果を出すために必要なたった一つのものをお教えします。その後、僕が5年前サラリーマンをしながら副業に挑戦して4ヶ月で脱サラできた時にどんな動きをしていたかを解説。そしてその後最後に、稼げる人が実践している3つの習慣を教えて今日の動画は終わりにしますね。では成果を出すために必要なたった一つのものですが、それは夢、目標です。これを持っておけばあなたがビジネスを頑張る理由になるので、辛い時、結果が出ない時、諦めそうな時にあなたを奮い立たせてくれます。僕が頑張れたのはこの夢、目標があったおかげです。1800万円の借金を親父に背負わされ、返さないと一生貧乏なままだという嫌悪感、そして100万円のコンサルで騙されて悔しいから絶対に取り返してやるという気持ち、会社が嫌すぎて辞めたいという気持ち、あと
夫は母子家庭でお母さんに苦労させてしまったから親孝行したい、貧乏生活にうんざりしたので我慢したくないという欠乏感があったから頑張れました。想像してほしいんですが、あなたが現状に何の不満もなかったら本気で何かを頑張ろうとは思えなさそうじゃないですか。会社の人間関係や給料もいいし、家に帰ったら大好きな家族、美味しいご飯が待ってる、幸せなのにわざわざしんどい思いして努力しようなんてならないはずです。なのであなたにはぜひ夢目標を紙に変えて家中に貼ってほしいんです。夢リストと呼んでますが、 A4 用紙に自分の夢や目標を具体的に金額と期日まで書くんです。例えば旅行に行くと書くのではなく、箱根の温泉旅行に1泊2日でお母さんとお父さんを連れて行く、泊まる旅館はここ、かかる金額は15万円、2023年1月に達成、これぐらい具体的な夢目標をできれば100個書きます。そしてコピーして家中に貼る、これマジで効果的ですからやってください。恥ずかしいとかそんなダサいプライドは捨てましょう。僕は当時実家暮らしでしたが、起きた瞬間から見えるようにベッドの真上の天井、作業デスクの目の前の壁、トイレやお風呂の壁、玄関にも貼っていました。お母さんやおばあちゃんに何これって言われましたが、これ叶えるから見といてとそのまま貼らせてもらってました。これをやったおかげで自分を鼓舞することができたり、自分はこのために頑張ってると自己洗脳でき頑張り続けることができました。なのでこれはマジでやってほしい。これから頑張るぞというあなたは騙されたと思ってやってみてください。さてここからは、僕が5年前サラリーマンをしながら副業に挑戦して4ヶ月で脱サラできた時にどんな動きをしていたかを解説します。お前の話興味ないわと思ったかもしれませんが、正直僕の経験から学べることはたくさんあると思います。ぜひ聞いてみてください。これぐらいやればこんなに早く大きな成果を出すことができるかもしれないんだとイメージできるようになりますよ。いろいろとヤバいストーリーもあるんですが、ひとまずそれは別の動画でお話しするとして、副業に挑戦するぞと思い100万円のコンサルを受け、それが詐欺だったので必死に取り返すために動き出しました。僕がやっていたのは LINE× アフィリエイトのビジネスモデル、あとコンサルの営業代行でした。 SNS で発信してビジネスに興味がある人を LINE に集客し、こういう案件いいですよと流してメールアドレスを集めるお仕事と、人のコンサルを売って 30% とかを成果報酬でいただく形の仕事でした。その当時やっていたのは Twitter、Instagram、Facebook、 この3つの SNS です。毎日欠かさず投稿してフォロワーを集めました。僕が勤めていた会社の仕事は、主に会社に出社しユニフォームに着替えたら、あとは運転してお客様のところを回り、契約していただいている商品のメンテナンスをするようなお仕事でした。なので通勤時間、運転の合間、家、全ての空き時間で SNS を必死にやりましたね。他にも会社ではよくお腹が痛くなるキャラを作っていたので、よくトイレに行っては SNS を更新したりしてました。あと最悪ですが、会議中にもこっそりスマホ触ってました。よく時間がないからとか忙しいからとか言う人がいますが、それは言い訳してるだけで、時間って作れるんですよね。本気で向き合うか片手間でやるかの違いだと思います。で、 LINE でアフィリエイトをしたりコンサルの営業をしていたわけですが、2ヶ月間は完全に収入がゼロ。本業とは別に毎日7から8時間 SNS に時間を使っても、毎月100人に営業しても売れず0円でした。これが辛い。でも部屋に夢リストを貼ってたおかげで耐えれたんですよ。そして副業を始めて3ヶ月目の話、東京でアフィリエイターパーティーがあるから来ないとお誘いをいただきました。そのパーティーに行った人だけアフィリエイト報酬の単価が1件3000円から1万2000円に上がるというんです。これは大チャンスだと思い、新人なのにもかかわらず空気も読まずに有給を取りました。100万円下げられてお金もないので、3000円の夜行バスで兵庫県から東京へ。そしてそのパーティーで得た1万2000円の案件、これを LINE で流し、副業開始3ヶ月で12件制約、14万4000円を稼ぐことができました。そしてその方法を教えて稼げる人を増やしたいと思い、自分のコンサルもスタート。この時点で300人も営業してるのに、営業の経験も知識もゼロだったので制約は0件でした。ただそれだけ失敗してるので、相手に何を言えば嫌な反応をされるか、逆に話を聞いてあげたり共通の話題を作って信頼を得れば反応が良くなることぐらいは分かっていました。なので営業の本質を学ぼうと思い、中村慎二さんのこちらの営業の魔法を読みました。実際に営業していたからこそ内容がスッと入ってきて、ああそこはそうすればよかったのかとガンガン理解でき、それらを実践した途端売上が上がりだしたんです。そして副業開始4ヶ月目、僕は月収100万円を達成したら脱サラすると決めていたので、今月こそはと思っていました。アフィリエイトでは14万円の売上が出ていて、あとは営業を制約させればというところ、コツコツと毎日5から10人に会って読書で得た知識を使って営業した結果、なんと30万円のコンサルが3件制約、14万円稼いだアフィリエイトの報酬と合わせて104万円稼ぎ脱サラできたんです。正直何度も倒れました。毎日5時に起きて会社に行き、20
10時に帰ってくる。そこから夜中の2時まで副業。寝てなかったので全身血まみれになるような事故も起こしましたし、9000兆円に1ヶ月で2回かかったこともありました。でも諦めずにやったから稼げた104万円、嬉しすぎました。そして念願の脱サラ、これだけは言えます。人はなりたい自分になるため、もしくはなりたくない自分を卒業するためになら必死になります。だからあなたも絶対に本気になれるきっかけさえあれば人生を変えることができます。自分を信じてやりましょう。できますから。さて、僕はその後収入が下がったりしながらも海外の忘年会に行ったりして人脈も増やしました。ただ無駄に人とつながっても変な案件に案内されたり騙されたりと人間不信になるなと思ったので、それからは一人でビジネスをしています。アフィリエイトは信用を失うので長続きしないと思った結果、自分の商品だけを売る動きに変え、それを仕組み化し、現在の1日1時間労働で年間6000万円を売り上げる生活を確立しました。この話はまた別の動画でがっつり話しますね。結局のところ僕は最初は全く本を読まずに営業したり、アフィリエイトも独学でやってたわけです。経験してから本を読む、この流れで動いたからこそすぐに理解もできたし実践に移せました。だから最初に本を読むのではなく、まず動く、これをあなたにもやってほしいなと思っています。ただですよ、もちろんビジネスに関しては全く何の知識がなくてもできるという話ではないので、僕の動画も見たり他にも教材を買ったりしたりして勉強しながら実践してください。僕は独学でやったからここまで来るのに5年かかってしまいました。でも先人の知恵を借りながら実践していけば、正直2年あればここまで来れたのになと少し後悔もしています。時間を何億円払っても返ってこないので、ショートカットをするイメージでどんどん知識にお金を投資し、ビジネスに時間を使っていきましょう。では最後に、稼げる人が実践している3つの習慣をお伝えします。これは僕が今でもお世話になっている40から60代の経営者の方々皆さんやられていることですし、僕よりも稼いでる20代前半の経営者の方も同じくやられていることです。つまり真似すればどうなると思いますか？同じく成功できると思いませんか？結局マインドと習慣、そして行動が変われば人生は変わる、これだけの話なんです。稼げる人が実践している3つの習慣。1、人に会い続けて認知を増やす。正直無名の時ほどこれはやった方がいいんですね。素晴らしい仕事をして、それを知ってもらえれば人に会わなくても評判が一人歩きしてくれて知名度が増えていきますからね。僕が初心者の頃にやっていたのは経営者の集まりに参加させてもらうということでした。とはいえ経営者のつながりもなかったので、一から Facebook でこの人尊敬できるなと思う人に声をかけたりしてました。今だったらビジネスインフルエンサーの方がオフラインイベントとか開いてくれるので、そこに行けば認知はしてもらえますよね。何度も顔出ししてたら覚えられますし、人柄が良ければ引き上げてもらったりすることもできます。ここで、いやでも居心地悪そうと思いませんでしたか？そりゃ居心地悪いですよ。友達と居酒屋行って成長しますか？ビジネス初心者同士で飲み会行って成長しますか？しませんよね。逆に居心地が悪くても経営者ばかりの環境で揉まれた方がメンタルも鍛えられるし、知識も経験も増えます。だからぜひそういう居心地が悪い場所に飛び込んでほしいんです。実際僕も今でも居心地の悪い環境には参加しますが、毎回自分のちっぽけさに気づいて頑張ろうという気持ちにさせていただいたり、ネットで調べても絶対に得れない新しい知識を得られるので、最高のお金と時間の使い方だと思ってます。では次、稼げる人が実践している3つの習慣、2つ目、ゴールを設定し逆算して行動です。どんな事業もそうなんですけど、闇雲にやっててもうまくいきません。ビジネス初心者でやれば6ヶ月後に月収100万円を目標にするとギリギリいけるか無理かみたいな目標を設定するといいです。で、目標を決めてしまえば半年後に100万円稼げるためにはどうしたらいいんだろうと計画を立てるだけ、それだけなんです。いやでも稼いだこともないのに目標立てるの無理じゃないと思ったかもしれません。確かに初心者だとどうすればいいかわからないと思います。実はここはなんとなくでいいんです。こういうことをしたらできそうと考えることが大事なんです。正直 Twitter であなたの発信に興味があるファンを1000人集めれば月収100万円は余裕なんですよね。なので2ヶ月目に無料コンテンツを配布して、ワンコインコンテンツを3ヶ月目に販売、リツイートをしてもらったりアフィリエイトで特典もつけて認知を広めて、ノウハウを詰め込んだコンテンツを5ヶ月目にドカンと販売、これで半年あれば100万円は普通に稼ぐことができます。このやり方を解説する動画も今作ってますので楽しみに待っててください。一瞬話がそれましたが、先ほど言ったようになんとなく作業してても稼げませんが、半年でこの数字を達成すると決めれば達成できそうじゃないですか。これぶっちゃけビジネスの基礎基本で、やらないと大体失敗します。なんとなく商品作らなきゃとか思ってて完成した人見たことないです。なんとなく稼ぎたいなとか言ってる人で、まあいつかやろうとかね、言ってる人で
稼げた人見たことないです。必ずゴールを設定し逆算して行動計画を練るようにしましょう。では稼げる人が実践している3つの習慣、最後3つ目、人の悩み解決に全力を尽くす。ぶっちゃけこれをやらずに稼ぐことばっかり考えてる人は絶対にどこかで周りから人がいなくなり稼げなくなります。これを聞いて、いやでも人のことなんて考えてる暇なんてないよと思ったかもしれません。ただビジネスの本質は悩み解決です。売れている全ての商品サービスありますよね。あれは必ず人の悩み解決をしたりお手伝いをしているから売れているんです。料理する時間がない、スーパーに食材買いに行くのめんどくさいって思ってる人のためにUber Eatsがありますし、実際早くやってますよね。正直売るのだけがうまい企業もたくさんあります。粗悪なコピー品だったりとか中身もない情報商材だったり、こういうのってマーケティングができて売り方がうまければ売れはするんですよ。ただ長続きしないから数ヶ月とかでその人はビジネスができなくなります。これどういうことかというと、悪評が立つとそれが広まって信用がなくなり誰もお金を払ってくれなくなるということなんですね。初めて行った飲食店が美味しくなかったり店員さんの態度が横柄だと二度と行かないですよね。それと一緒です。なんなら悪いレビューが広まってしまいます。なのであなたがこれからコンテンツビジネスとかをやっていくとしても、その辺の本で集めた知識だけ並べて成果が何も出ない商品を売ったら次の商品は誰も買ってくれないわけなので、すぐにお客様がいなくなることになります。だからこそ本気で人の悩みを解決するために動き、そういった商品サービスを作るようにしましょう。さて今日は稼ぎたいなら本は読むなという話をしました。今の時代ってわりかし誰でも初期費用なしで起業できちゃう時代なんですね。だからこそすぐに辞めちゃう人もいるので、生き残れる人も少なくなります。なぜならしっかりと信用を積み上げてる人だけ人が集まってくるからです。なので最初は稼げなくてもとにかく相手に与えることだけ考えてやってほしいです。やる前はどうせそんなの時間だけ奪われて終わりだよと思うかもしれません。僕も実際そう思ってました。でも実際売るのだけ上手い人は5年経った今誰一人として生き残っていません。僕はプライベートの時間を確保して充実した幸福度の高い人生を生きれる人を一人でも増やしたい、そういう思いで発信しています。そしてそんな人を少しずつでも増やせたからこそ5年以上この情報商材というマイナスイメージから始まる世界でも生き残り続けています。だからこそあなたにも今日の動画で言ったような行動で成功してほしいですし、変な商品売ってすぐに退場するビジネスマンにはなってほしくありません。僕は今余裕があるからこそこうやって無料でも実践につなげれる情報を発信しています。あなたが今余裕なかったとしても本気で動いて結果が出なくても諦めずにやり続ければ必ずいい方向に人生は進みます。辛いのは過程だけ、結果を出すための動きをすれば辛い現状も必ず楽しい未来に変わります。自分を信じて動いてください。僕がその後押しお手伝いをしていきます。これからもよろしくお願いします。動画に質問コメントとかしていただけたらしっかり答えるのでガンガンお待ちしてます。では今日の復習です。稼げる人に共通する行動パターンは答え合わせのために本を読む。稼げる人の6ステップは1即行動する、2即失敗する、3本で足りない知識を補う、4即改善する、5成果を出す、6答え合わせに本を読む。わからないならわからないなりに考えて動き、つまずいたり失敗したらネットで調べたり本を読んで知識を補う。そして改善したりつまずいた部分をやり直して乗り越える。これが大事です。稼げる人が実践している3つの習慣、1人に会い続けて知識を増やす、2ゴールを設定し逆算して行動、3人の悩み解決に全力を尽くす、というお話でした。概要欄から登録できるこちらの公式 LINE では1日1時間労働で年間6000万円以上の売り上げを上げ続ける僕が稼げない 90% を脱出して稼げる上位 10% の人材になるための本質を伝えるがっつりノウハウを丸出しにした1時間20分のこちらの動画セミナーを無料でプレゼントし、さらに他にも豪華無料コンテンツを計4時間分無料で配布しています。何からやったらいいかわからない、どうやって稼ぐんだろう、自分にもできるのかな、でもストレスまみれの会社員生活から抜け出したい、場所や時間に縛られずのびのび仕事したい、働いてばかりの人生はもう脱出したい、というあなたはぜひこの動画の下の概要欄から登録して学んでください。そして他にもこのチャンネルではストレス社会に働く毎日にうんざりしているあなた、家族や恋人と過ごす時間を増やしたいあなたに向けて、働く時間を減らして収入をアップさせる自動化をできるだけ分かりやすく一生懸命教えています。時間や場所にとらわれず好きな人たちと過ごしながら自由な生活を送る方法が知りたい方は、動画を見直さないためにもぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークもタップをお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。